君に相談がある。実は坂本君を怒らせてしまってね。新政府に慶喜公を加えるという坂本君の構想に長州と薩摩はどうしても承服できなかった。ありがとう、分かってもらえて嬉しいよ。もちろん坂本君の主張も一理あることは承知の上だ。ともあれ、ここまでこぎつけたのは坂本君のおかげだし、今は仲間内でいがみ合っている場合じゃない。私は引き続き薩摩との調整を続けるから、君には坂本君の様子を見てきてもらいたいんだ。先ほど大宮の近くでお涼さんに偶然会ってね、同様のことを話しておいた。君もお涼さんと一緒に坂本君を諭してもらいたい。頼む。せい！こんにちは。もしかして龍馬に会いに行くの？さっき大宮さんの前で龍馬に会ったから、また無茶しないでねとは言っておいたけど。龍腕を思いつきそうやき大丈夫ぜよ。だって本当に大丈夫なのかな。何か言い出したら聞かない人だもんね。私は見守ってるしかないのかな。そうだ、龍馬に差し入れを持って行ってあげようよ。何がいいかな。あんたも一緒に選んでくれる？じゃあ行こう。龍馬の好物はなんだっけ。差し入れも買えたし、早く行こう。龍馬は大宮さんにいるはずだよ。今のは大宮さんの方から。私、誰か探して呼んでくる。あんたは龍馬をお願い。いっちょやるか。片付けるか。急ぐぞ。やったか。Ugh!
お役立てください。行くぜ。上院先生のご意志を貫くと聞けると思うから切る。これも長州と日の本のため、仕方ないんだよ。ご用ですか。この国を選択するべやなかったがかい。お前は死ぬな。死ぬなよ。お前を惑わせる因縁、これ立つことができた。
に切った。目を覚ませ。今じゃあるまい。すまない。まだ分からないのか、あの男をそれほどまで。まもなく戦乱の世が来る。お前の目も覚めるだろう。お涼、慎太郎が怪我しとる。すぐに見てやってくれ。今は自分のことを考えな。ねえ、しっかり。太平洋みたいなでっかい夢はどうするんだい。夢、そうじゃ、やっと見えてきたんじゃ。今国の新しい形が。能のあるもんは身分を問わず雇い入れる。パーラメントを作る。それからわしは海を渡って広く世界を見るんじゃ。まず自分が変わらんと世界を変えられん。頼んだき。わしの片割れを助けてやってくれ。龍馬、おい、この男を運べ。揺らすんじゃないぞ。そっとじゃ。湯を持ってこい。たっぷりとな。こりゃ長丁場になるぞ。頼む。少し痛いですけど我慢しましょうね。やれることはやったわ。あとは待つだけよ。奇跡が起きるのをね。目を覚ますまで私たちがここにいる。あんたはあいつを追って。龍馬が起きた時見せてあげて、新しい日本を。何も大戦をやろうってんじゃない。あいつらに力の差を見せつけるってやつだ。兵の数は我らが圧倒しております。戦いが始まれば薩長も早々に考えを改めるでしょう。ああ、手早く和議に持ち込みたい。戦が長引けば異国に食い物にされるだけだ。牢から出してやっただけでも感謝したまえ。君のせいで
おちおち交易もできなくなったのだぞ。ならば我らに武器を売ってくれ。あるだけ欲しい。よう。